ちろん。はいどうも、赤星です。どうも、赤谷です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日行ってまいりましたのは、なんとあのつけ麺鉄、はい、渋谷店。いや、有名ですよね、つけ麺ね。なぜ渋谷にこのつけ麺鉄、ね、こんな全国に展開している、はい、ね、つけ麺の有名なお店、はい、これがなんとね、11月限定で二郎系出したんですよ。あ、なるほどね。これはね、うん、目の前看板見て素通りするだけにはいかんぞと思って、もうその場で本当は見て入っちゃったんだよね。スープはね、魚介系の微乳化ライトスープ。じゃあ普段のつけ麺のその出汁の感じも出てるってことですね。まあまあそうね、うん、まあでもちょっとアレンジが加わってて、うん、全く異なるスープに仕上がっておりました。なるほどね。そうなんだよ。二郎寄りで。さようでございます。さあ、そして、こちら。ね、野菜は、シャキ野菜で、キャベツ多め、うん。キャベツ多めはね、珍しいからね、やっぱね。はい。普段のメニューはね、ないんでね、こんな野菜盛りとかは。うん、これはもうオリジナリティ高いです。なるほど。はい。さあ、そして油なんだけども、こちらもね、漬け油でして、この油自体に醤油が、うん、加わってて、あ、だってね、こんな色ついてないもんね。そうですね。そうですね。そうですね。胃がうぜえな、胃が。胃がめちゃめちゃ多いじゃないかよ。まあ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 。結構大量に入ってるんでね。マシできないけど、うん、おすすめ。そしてね、こう豚なんだけども、うん、やっぱここは二郎とちょっと違いますよね。トロトロのバラ肉。なるほど。つけ麺鉄が出してるっていうね。そうそうそう。ならではね。ならではの。うん、こちらも脂乗っててすごくジューシーなんでね。うん、食べ応えがある、うん。いや、量もね、量めちゃめちゃ多いじゃないですか。そうなんですよね。あ、そしてね、黒胡椒は素晴らしい。いやいや、わかんないから。使ってらっしゃる。これやっぱ置いとかないと。置いとかないと、やっぱ胡椒はね。いや、評価がわかんないんだよ、それは。次行きましょう。手伝いの胡椒回し回し、イェーイ、うん、いや、かけすぎなんだよ、だからね。そうそう、回し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 。もういいでしょ、もう。そしてこれには手をつけず、そのまま。いや、手つけろよ。ね、いきなりいきません。これ、ニンニクをね、なしかありか聞かれるんでね。まあ、ありとね、まあ、気にする人も多いからね、それはね。回し回しはできないんだけども。ありにして。なるほど。さあ、そしてこうやって加えていってね。はい、うん、こちらの、胡椒と、ニンニクと油の一番いいところ、はい、ほぼもやしだけど。いやいや。キャベツが多いの。胡椒ですね。胡椒ですね。うめえ、これマジでうまいんでね。皆さんもやってみてください。うん、ね、ああ、そして、あ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 、いや、わ、なんだよ。ツボが。うん。で、なんかそう、え、なんつってんだよ。なんだそう、これ。え、なになに、揚げネギね。揚げネギなんすよ。揚げネギね。揚げネギなんで、ね。これ無料でね、卓上に置いてあるんで。まあ、あるよね、つけ麺鉄ね。こんな置いといたらこうするでしょ。いや、行き過ぎなんでだ。置いちゃったらこうなるよね。置かなくなるよ、そしたら。置かなくなる？置かなくなっちゃうよ。まあこれなんでやっぱり入れるかっていうと、はい、一番の目的はね、これ食感なんすよ。サクサク感。そして、うん、風邪の予防にもね。いや、いいよ。これ寒い季節ね。ネギはね、そうなんだけどね。さすが11月にやってくれた。ね。これいつまでやんのこれ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 。いつまでやんのこれ。いつまでやんのこれ。11月限定で二郎系出したんすよ。あ、なるほどね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 。これは11月いっぱいです。いっぱいです。いっぱいで終わりです、多分。あ、でも早めに行かないと、それは。そういうことじゃ。うん。そして麺ちょっと遅くなりましたけど、カタカタってなる。めっちゃ硬かった。めっちゃ硬い。中華そばの情報もいらないでしょ。中華そばは細麺で出してるんでね。うん。うん、この片麺で太麺好きにはたまらないでしょう。いや、わかんねえよ。たまらないよ。いやいや、カメラ目線うぜえな、お前。カメラ目線が。ちょっとね、髪型見えちゃいましたけどもね。今、おかっぱです、僕ね。いや、知らないから、それは。というわけでね、つけ麺鉄渋谷店ということでね。うん、これこれ渋谷店限定なんですか、いえ、これ全国で展開してるところでやってます。新宿でもやってるし、あ、じゃあつけ麺鉄各地あるからね。そう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 、うん、裏にもある、裏でもやってるし、じゃあお近くのつけ麺鉄で、そうなんです、楽しんでくださいということで、渋谷店はね、道玄坂ちょっと登って、うん、ロイヤルホスト右回るとあるんで、ね、うん、駅から近いよね、近いんで、うん、ぜひね、皆さんも行けると思います。もう2、3分ぐらいですからね。2、3分で着くと思います、うん、で、このように、そうそうそう、大々的に限定商品として売ってるんですよ。ああ、なるほどね。あ、そうだよ。こんな看板あったら行くでしょ、これ。これは行くわ。これは行くでしょ。いや、俺でも多分入ると思う。本当に、どれもあげちゃっても入ってください、みたいな。ぜひね、皆さんも、これ前通った時には、吸い込まれてください。鉄に。よくわかんないしね。ありがとうございました。さあ。